アンソニー・マーション・デイビス・ジュニアはアメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ出身のバスケットボール選手。北米プロバスケットボールリーグ NBA のロサンゼルス・レイカーズに所属している。ポジションはパワーフォワードとセンター。2012年の NCWA トーナメントを優勝に導き、2012年の NBA ドラフトで1位指名で入団し、オリンピックでは2012年の ロンドンオリンピック金メダリストという実績を持つ代理人はリッチポールもともとガードをしていたが高校時代に1 8 3トルから2 0 8トルと急激に身長が伸びたためガードもこなせるインサイドプレイヤーに変貌平均32点22リバウンド7ブロックを記録し全米注目の選手となった高校卒業後 ケンタッキー大学に進学。大学では、講師のようとして、ケンタッキー大学の2012年、NCWA トーナメント制覇に貢献した。2012から13シーズンケンタッキー大学で1年、過ごした後、2012年の NBA ドラフトにおいて、ブラッドリー・ビールやデイミアン・リラードらを抑えて、 ニューオーリンズ・ホーネッツから全体1位指名を受ける。ケンタッキー大学からは、ジョン・ウォール以来2年ぶり2人目の1位指名であった。2012から13シーズン、2013年の NBA オールスターゲームのライジングスターズチャレンジに選出された。このシーズンは64試合で、平均28.8分に出場し、 13.5得点8.2リバウンド1.0アシスト1.2スティール1.8ブロックを記録した。2013から14シーズンこのシーズンは67試合で平均35.2分に出場し、20.8得点10.0リバウンド1.6アシスト1.3スティール2.8ブロックを記録し、初のブロック王を受賞。2014から15シーズン2015年2月11日の オクラホマ式サンダー戦では、決勝のブザービーター3ポイントシュートを決め、3月9日のミルウォーキーバックス戦では、43得点を記録するなど、獅子粉陣の活躍でペリカンズを2011年以来のプレーオフ進出に導いた。このシーズンは68試合で、平均36.1分に出場し、 24.4得点1 0にリバウンド2.2アシスト1.5スティール2.9ブロックを記録し2度目のブロック王を受賞し初のオール NBA チームに選出された同年夏にはペリカンズと5年1億4500万ドルで契約を延長した2015から16シーズン2015年11月6日のアトランタホークス戦では自己最多の46得点を記録した 2016年2月21日のデトロイトピストンズ戦で自身初の50得点以上、かつ球団新記録となる59得点を記録した。このシーズンは61試合で平均35.5分に出場し、24.3得点10.3リバウンド1.9アシスト1.3スティール2.0ブロックを記録した。 2016から17シーズン2017年2月19日、地元スムージー、キングセンターで開催された NBA オールスターゲームにおいて、デイビスは両チーム最多の52得点を記録し、MVP に選出された。このシーズンは75試合で平均36.1分に出場し、 28.0得点11.8リバウンド2.1アシスト1.3スティール2.2ブロックを記録した。2017から18シーズン2018年2月18日にロサンゼルスのステープルズセンターで行われる NBA オールスターゲームに先発出場することが発表された。2018年2月2日に行われたオクラホマシティサンダー戦で43得点を記録。 デビッド・ウェストを抜き球団最多得点記録を8702得点に更新した。試合はペリカンズが114から100で勝利した。2月23日に行われたマイアミヒート戦で45得点、17リバウンド、5ブロック、五スティールを記録。試合はペリカンズが124から123で勝利した。またこの試合でデイビスはシーズンの3ポイント成功数を キャリアベストの41とした。2月26日に行われたフェニックスサンズ戦で53得点、18リバウンド、5ブロックを記録。試合はペリカンズが125から116で勝利した。3月1日、2月の月間最優秀選手賞に選ばれた。デイビスはこの月平均35得点、13リバウンド、2.5スティール、2.2ブロックを記録。 月平均35得点、10リバウンドを記録するのは1982年にモーゼス・マローンが記録して以来のこととなった。3月6日に行われたロサンゼルス・クリッパーズ戦で41得点、13リバウンド、キャリアハイとなる4本の 3P シュートを記録。試合はペリカンズが121から116で勝利した。3月11日に行われた ユタジャズ戦で25得点、11リバウンド、キャリアハイの10ブロックを記録、自身初のトリプルダブルを達成した。試合はジャズに116から99で敗れた。3月13日に行われた、シャーロット・ホーネッツ戦で31得点、14リバウンド、5ブロックを記録、試合はペリカンズが119から115で勝利した。3月18日に行われた、 ボストンセルティックス戦で34得点11、11リバウンドを記録、試合はペリカンズが108から89で勝利した。3月27日に行われたポートランドトレールブレイザーズ戦で36得点14、14リバウンド、6ブロックを記録、試合はブレイザーズに107から103で敗れた。このシーズンは十五試合で平均六点四分に出場し、 28.1得点11.1リバウンド2.3アシスト1.5スティール2.6ブロックを記録し、3度目のブロック王を受賞。プレイオフ1回戦、レギュラーシーズン3位のポートランドトレイルブレイザーズとの、初戦で35得点、14リバウンド、4ブロックを記録、試合はペリカンスが97から95で勝利した。プレーオフデビューから五試合連続十五得点以上は、 史上5人目のこととなった。第4戦では、チームプレーオフ記録の47得点を記録、試合は131から123で勝利し、ペリカンズが4勝0敗のスイープでシリーズを勝利した。シリーズ合計で、平均33.0得点、12.0リバウンド、2.8ブロックを記録した。2018から19シーズン2019年1月の、 トレード期限前、トレードで移籍する希望をメディアに公表したことにより、労使協定違反で5万ドルの罰金処分を課された。このシーズンは56試合で、平均33.0分に出場し、25.9得点12.0リバウンド3.9アシスト1.6スティール2.4ブロックを記録した。リバウンドが自己最高などの好成績であったが、規定の出場試合数に届いていないため、 個人成績の順位はつかない。2019から20シーズン2019年6月15日に、ロンゾボール、ブランド・イングラム、ジョシュ・ハート、2019年の NBA ドラフトの一巡目4位、指名権とのトレードでロサンゼルス・レイカーズへ移籍した。プロイリーライセ番号は一貫して23であったが、レブロン・ジェームズがすでに着用しており、 レブロンはデイビスに譲ることを承諾したが、ナイキが来シーズン分のジャージを作成していたため、ナイキが反対し、自身は3に変更した。10月22日のロサンゼルスクリーッパーズとの開幕戦で移籍後初出場し、37分間の出場、25得点10リバウンド5アシストを記録したが112対102で敗北した。 10月29日の試合でデイビスは40得点と20リバウンドを記録した。これはレイカーズにとって2003年のシャキー・レオ・ニール以来の記録である。さらにこの記録は30分以内の出場で決めた最多得点リバウンドである。11月27日にフルスペリカンズの本拠地で開催された試合では激しいブーイングを浴びたものの、 フルス本拠地での初戦としては NBA 新記録となる41得点を記録した。2020年1月、代理人であるリッチ・ポールは、レイカーズが提示した4年最大1億6600万ドルの延長契約を断り、シーズンオフの夏に5年最大2億2000万ドルの契約を結ぶ方針でいることが明らかになった。10月11日、レブロン・ジェームズと共にレイカーズを NBA ファイナルまで導き、ファイナルの相手となったマイアミヒートを6試合目で破り、自身初となる NBA チャンピオンを獲得した。オフにプレイヤーオプションを破棄して FA となり、12月3日にレイカーズと5年1億9000万ドルのマックス契約を結び再契約した。2020から21シーズンは右ふくらはぎとアキレス腱炎などにより、 2021年2月から4月にかけて30試合欠場するなど、キャリアで最長の離脱のシーズンとなった。レブロンも長期離脱していたためチームは前年と比べて大きく成績を落とした。連覇を目指したプレーオフでは1回戦でフェニックスサンズと対戦。2勝1敗で迎えた第4戦で、左足の付け根を痛め、5戦目では欠場。 シリーズ2から3と大手をかけられた6戦目で復帰したが開始5分で再び負傷した。チームも2勝4敗で敗退した。アメリカ代表として選出されたブレイク・グリフィンが怪我で代表自体をしたことで追加招集された。大学生でアメリカ代表に選出されたのはクリスチャン・レートナー、エメカ・オカ・フォーに続き3人目である。 2014年スペインで開かれた2014年フィババスケットボールワールドカップではスター選手が不在の中で主力として活躍。金メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。